今川義元は一度は織田軍の奇襲を退けたものの、二度目の奇襲を受け戦死した。武田信玄はこれを好機と上洛の準備を進める。だが上杉謙信がそれを阻むべく挑戦してくる。川中島で対峙する武田陣営にはある武将の姿があった。第2話、川中島の戦い。さて、謙信の相手をしてやるか。別動隊は会津城方面より会津山へ奇襲をかける。本隊は兵を割いたこと悟られぬよう奮戦せよ。皆の者、負けるわけにはいかぬぞ。皆の者、かかれ。勝ち取ったり。我らも手は取らぬぞ。さすが宿敵とでも言えばよいか。雪村の動きは悟られておらぬようだ。撃ち取ったり。我らもこの機に乗ずるのだ。真田の軍略天下に示せ。負けるわけにはいかぬぞ。撃ち取ったり。お見事です。いざ参る。撃ち取ったり。あたしたちもモタモタしてられねえぜ。
れねえぜ。だだにかかったにしては早い。剣心に陽動などいらず、宿敵その首もらい受ける。やはり一筋縄ではいかんか。さすがよ剣心。全軍一旦引くぞ。おことは別動隊の救援に見立ってよ。撃ち取ったり。結構強いですね。敵将、撃ち取ったり。我らもこの木に乗るのだ。もうこの木に乗ずるのだ。皆の者かかれ。真田の軍略天下に示せ。
我らもこの勢いに乗るぞ。名高き強者であろう。熱性か、勝負は預けたぞ宿敵。やれやれ、あれだけ暴れたら逃げるのか。追撃を捨ててやらんといかんな。おのれが打ち合う剣心に値せず。撃ち取ったり。天、我に味方せず。我が力、いじったか。